どうも、パーシーチャンネルです。そして皆様、明けましておめでとうございます。はい、ついにね、2023年令和5年が始まってしまいましたが、皆さん楽しいお正月お過ごしでしょうか。はい、昨年はね、本当に2022年も、皆様には大変 YouTube の方お世話になりまして、2022年はね、収益化も含めて、登録者数もかなり増えたんじゃないかな。1000人超えてから大体1年間で300人ぐらい増えたペースだったんだけど、去年は約500人ぐらい、今日でね1494人ぐらいかなの登録者数になってましたので、はい、今年はね2000人目指して頑張りたいとも思っております。ということで、年末ちょっとね忙しくて、動画はなんとかこうアップできたんですけども、コメントの方ね全然返信できませんでしたので、ちょっとコメントの方を読み上げてみたいと思います。年末にアップしたね、トーマストミカのハラハラ総社長について、ラリトモラライさんからね、いいセットですねと、トミカトーマスのセットなんてあんまりないですよとのことですが、そうなんだね、プラレールトミカって確かにあんまり聞かないもんね。去年はそのトミカのトーマスセットも含めね、学研のトーマスセットだったり、デラックスツインリフト工作、いろんなトーマス、プラレールトーマス、カブプラトーマス以外のものでもね、いろんなトーマスのおもちゃを手に入れることができました。はい、そして次、機関車アーニャと仲間たちカプセルプラレー…てんてんてん、最後まで読めませんが、サンタさんからのプレゼントは何でしたかとの質問でしたが、サンタさんからのプレゼントは今回このね、紹介したトーマストミカのハラハラ操車場セットでしたね。はい、ちなみに葵くんはね、アンパンマンのパン工場デラックスセットかな。で、カイナちゃんはアンパンマンのあのビジーカ、押し車みたいなね、あれとおしゃべりアンパンマンの2つをいただきました。はい、そしてカシャウィーさんからはハラハラ操車場いいですね、俺は25日にカブプラトーマスの100段をコンプリートしました、すごい、一体いくら使って何回回してコンプしたんだろう、いやーすごい、おめでとうございます。あー、新年早々いいお話ですね。へー、コンプできるのすごい嬉しいだろうな、コンプできたら。いや、もう最後の1つとか残ってたらもう意地になってでもやっちゃいそうだね。はい、そして次のコメントですが、第9回の探せ番外編誰だの、コメントですが、さかちゃんさんから、次も今回と同じで誰だを作ってください、きっとタワーは結構難しいかもしれない、そうだね、このシリーズ好評でしたらね、次回も誰だで作ってみようかと思いますが、持ってるシャルが限られてるんでね、なかなか木をてらったこうクイズっていうの難しくてですね、ちょっと検討していますね。はい、そしてまた、カシャウィーさんから、5問目だけ分かりませんでしたと、あれは確か、シューティングスターゴードンかな、難しかったよね、顔ドアップだけだから、でもよく見るとね、普通のゴードンと同じような顔なんでね、そして、臨機感謝さんは4問だけ正解できました、ああ、なるほどね、1問は正解できなかったと、はい、高評価しました、ありがとうございます。そして、今年最後の UFO キャッチャー2000円勝負という動画では、機関車アーニャと仲間たちカプセルプラレールてんてんてんさんから、また自分はカービィもやっていましたと、ね、カービィもすごいね、このアニメーションも何気にマリオとかポケモンと同じでさ、カービィってあのファミコンっていう時代から実はゲームソフトがあるんですけども、そのカービィ30年経っても何気に意外と、あ、青井くん来ましたね、そう、星のカービィって何気に今でも第一線で人気なんだよね、あれスマブラとかでもまだ出てくるしね、カービィ確か、はい、そして臨機感謝さんからゲットおめでとうございます、高評価しましたと、ありがとうございます。ビタミンジュース飲んできた、ビタミンジュース飲んできた、あとデカミンね。そしてラリトモトラライさんから、カイナちゅうちゅうカイナちゃんと葵くんアンパンマンが、ほら葵くんについてきてるよ、カイナちゃんと葵くんアンパンマンが好きなんですね、ハート。私の兄は昔小さい時ハマったのは機関車トーマスの人形劇をよく見ていたらしいですと、アンパンマンのクッションゲットおめでとうございます、ありがとうございますね。まさかの2000円と言ったけど本当に1300円、葵くんが、ね、7回ミスった後に1300円でスタートしまして、1300円で2個取ったんだからね、どうしたすごいと思いました、あれは本当ね、機関車パーシー第166話、去年最後の作品ですね、ゲイターは力持ちから、はい、こちらは臨機感謝さんから、ゲイターのモデルは山とかを登れる、まだ終わったって言ってね、臨機感謝さんから、ゲイターのモデルは山とかを登れる特殊な機関車なので、ほらドキドキマウンテンは登れると思ってました、途中のエドワード淡水車なので機関車みたいですね、高評価しましたと、そうなんですね
この方は本当に皆さんもそうですけど詳しいですね、ゲイターのモデルは山とか登れる特殊な機関車。そうなんだね。あ、じゃあ本当にあながち間違えてなかったんだね、僕のストーリーはね。やめてくださいちょっと。はい、ということでね、皆様からいただいた年末年始の年末のね、ストーリーのコメントを読み上げてみました。今年はまだね1月1日で、まあ僕もね、正月休みでちょっとストーリーの方まだ作ってないんでお休みしてますが、三が日終わってからはちょっと気合い入れてね、パーシーストーリーの方を軸にして今年はちょっとね、2022年のいろんなことやりすぎたかなと思ったんですよ。まあ元々はパーシーストーリーがあって、その下にね、位置づけ的にはタブプラご紹介がたまにあって、そのぐらいだったんで、あとはほんとたまに、まあ、おもちゃの紹介、この3本でね、だいたい1年目2年目やってきたと思ったんですが、この3年目、邪魔なんですけど、こっち取って後ろ、3年目はちょっと2022年はね、ストーリー、カブプラ、おもちゃの紹介、誰だ、お出かけしたとか映画作ったり、めっちゃあるよ、四国支援では長編作ったり、ちょっといろんなところに手を出しすぎましたね。ちょっと4年目はまた戻しまして、はい、プラレールのね、パーシーストーリーを中心とした、はい、1年間をちょっと送ってみたいと思います。初心を新たにということでですね、ちょっとすげえ邪魔なんですけどということで皆さんもね、今年1年、楽しい1年をね、無事健康で、コロナもまた流行ってますが、体や健康に気をつけてですね、楽しい1年をお過ごしくださいということで、新年一発目の動画は、去年を振り返るのとコメント読み上げ、そして初心表明でしたということで、また邪魔ですね。それでは今年もよろしく、はい、それでは今年もよろしくお願いします。またご覧くださいね。バイバイよ。バイバイよ。バイバイよ。はい、終わった。バイバリー。さあ帰ろう。はい、終わった。何がしたいの？何がしたいのか全然わからない。おしまい。じゃん。もう終わってますよ。最後もう一回。バイバイよ。せーの。バイバイよ。バイバイよ。バイバリー。